リファイト、やっちまった。やっちまったよ。リファイトクラブの坊くんの動画が更新されたんだもん。しかも俺のバックラウンジ、フロントラウンジの動画、それに皆さんやってください、皆さんやってくださいって言うから俺がやっちゃったよ。俺がやっちゃっても足が、もう今日はやるまいとしたのにもうやっちゃったよ。なんかこう座ったら今度立てそうないよ、もう痛えよ痛い痛い痛いって痛いけど、こうやるとなんだかね、体全体がね、筋肉がほぐれて気持ちいい感覚、こう筋肉痛ハイになってきたな。いやでもね、自分のことながらすげえなと思うのは、50過ぎてよ、運動ずっとしてこなかったのに10月1日なんとか試合に出たいという思い、ただこの一つだけでトレーニング毎日結局やってるんですよね。毎日やってるんだけども、目覚ましく体力がついたりスタミナがついたりとか肺活量が上がったり、一気な変化ってのは何もないです、はっきり言ってね、何もない。ただ根性は、あ、ここまであと1回できるな、いやもう1回できるなみたいなね、あともうファイト、もうワンファイトみたいな気持ちはいつも湧いてくるんです、さすがリファイトクラブ。でもそのね、スクワット一つとっても、最初はものすごい地味なスクワット、こうやって教わって90度90度でやったわけじゃないですか。その後膝とつま先を整えるやつ、あれをやって、それをやっていたから、そしてそれをやっていてもバックラウンジ、フロントラウンジはいきなりね、まだ始めて3ヶ月ぐらいじゃ、3ヶ月って言ってもバックラウンジ、フロントラウンジまだね、2週間みたいなもんだからね、1週間とか、うん、だからある意味、おお、まだできるなっていうのと同時に、このぐらいしかできないのかっていう思いがありますね。このなんかできてよかったっていうのと、このぐらいしかできないのかっていうアスリートね、交錯してますね、うん、いやでもね、どっちかっていうと、おやれるなって気持ちの方が強い、本当に。で、いろんなトレーニング今日もしたんですけど、でもそんなにね、みっちりはやらないけども、でも全体でだいたい1時間弱は毎日やってるわけですよ。1時間弱毎日やってもよ、目覚ましくガーンと自分の体が見違えるようになったってことはないです。ないのに続けていくってことは、このね、精神力がね、強いんだろうと思いますよね。だって体が変化したりとか、なんかいいことがあったら、それはモチベーション上がるじゃないですか。はっきり言ってドーンとはない。だから少しずつ少しずつ自分に変化が起きてることは確かめられますね。例えば体力の回復、筋肉痛からの回復、いや筋肉痛は回復してないんだけども、休もうかなと思った今日でもやったらできるみたいなね、そんなことがあったりなかったですね、うん、まあそんな感想動画でございました。やっぱ部屋の中だとちょっとね、臨場感ないですね。やっぱりトレーニングウェアを着て、もしくはサウナスーツを着て、いつもの寺みたいなところで行くとね、なんかこうやらなきゃいけんなって気合が入りますね。で、行くまでにもうなんかね、頭の中音楽かかるんですよ。なんかロッキーのテーマとかね、アイオブザタイガーとかぐわっとかかってね、燃え上がる、まあ、その気持ちが大事かなと思います。それじゃあ